に誠でございます。最初に演奏いたしましたのは、篠笛の特徴曲で調和という曲でございます。続きまして、私は尺八も演奏いたしますので、尺八の曲、コムソウというのを皆さんご存知ですね。こういうギターのようなのができた、そのコムソウの音楽を一節吹きたいと思います。